モンスターストライク実況プレイ、実況者のエテポンゲです。今回は約束の時、約束の時、イベントクエスト第13号機究極に挑戦します。はい、前回も言った通りね、1ステージ目でねフルボッコに遭い終了しました。まあボス自体は水属性なんだけど、あの1ステージ目なんか闇のなんかあの反射レーザーのやつが6匹ぐらい出てきて、なので闇関係で揃えた方がいいかなって思いました。うん、これ何、これ防御アップ、ティアラ、親指姫、これなんか良さそう。これ使ってみる。ちょっとこっちもいいかなって思ったけど、これスサノオじゃない、これ。あ、村正全属性法、あーけどこっちの方がいいか。いや、あの攻撃力、あの攻撃力だもんな。うん、なのでちょっとエテの唯一の闇タイプの育ったやつ、ティガレックスと、いつものテキーラとクシナダ、うん、あとこれフレンドね、フレンド枠じゃ、フレンドかよくわかんないけど、うん、助っ人枠に、親指姫でいきましょう、うん、マジで強いからね。8体だったね、うんうん、積極的に当てていこう。ハートが出ます。防御アップをどんどん防御アップしていこう。はい、強い。でクシナダがな、これ重力バリアがあれしてないから、まあそうなるよな、うん。いやー、はい、でまた勝てんだよこいつらが。もう、あ、けど金ハートまでは育てれるな。けどこいつ倒しとかないと金ハート取れないから、倒せよ。まあこんな感じでーす。はい、超強え、ほんとあれ。金ハート取れてやっぱり貫通が一人はいた方が良かったかな、うん、でさ、ティガレックスってアンチ重力、アンチダメージボールね。はーい、そうですか。もう完全にさ、アンチ重力だと思ってたよ。この極みと究極の差がやばいよね、ほんと。究極難しすぎね。でね、こいつ AT フィールドが出てくるんですよ。ちっちゃい弾みたいなやつ。うん、だからその前にどんどんダメージを与えていきたい。下入れるかな。ほい、下の判定は結構足元はすり抜けるね。うん、すり抜ける。ここすり抜けんじゃね。うん、やっぱり。でこいつが AT フィールド、うん、壁ですね。うん、壁で貫通キャラクターはものすごいスピードが落ちる、こいつに触れると。こういう感じ。あ、もう完全にフィールディングされてますね。うん、
急所狙っていきゃいいんだよ。ほい、オッケー。でここは上から入って弱点カンカン、おいちょ、うん、なん結果オーライ、結果オーライ、よしよしよし。ちょっとね、あの AT フィールドのやつ邪魔なんだよな。うん、なんか壊せたからよしとしよう。ここは下感でいいんじゃないかな。あ、そんなことないか。あー、そこにも AT フィールドあったんかい。これけど仕留めれそうだな。おいしょ。オッケー、オッケー、オッケー。はい、こっからがボスですね。やっぱ究極は無理だよあれは。さ、ティガレックス連れてきたん失敗だったな俺。なんとか右上に当てて、よし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 、最低限、うん、最低限で下に入りたい。いいダメージだ。んで、こうかな。こいしょ。あー、ちょっとあれだな、ビットの方に行っちゃったな。よいしょ。あー、ちょっと普通に横貫すりゃよかった。レイ、よし、オッケーオッケー。あと9ターン、うん、でね、これ確かね、ドロップがね、その何、落ちる落ちるだけ、報酬では手に入んないみたいな情報が入ってきております。おいよ、ボス泥のみみたいな、うん、いけ。あと7で6ダメはあるよな。よしよしよし、ほい、オッケー。やっぱ極みは余裕だね、うん、もうスピクリやっちゃうよ。弱点いい位置だけど、弱点外したね。これがエヴァンゲリオンの本気ですよ、これが。まあいいよね、やっぱこういう音 BGM、うん、差し込んでくれるのは聞いてて楽しいよ、うん、はい、フィニッシュできず。じゃあ村正くんのストライクショットで、首都、これ首都なのかな、ストライク。目覚めの時は来た。ちょっと音が目覚めの時は来た。ああ、はい、はい、はい、ちょちょちょ、あ、どうぞ、お茶で、あのクリア報酬では落ちないと、うん、はい。
ちょっと極みを回った方がいいかな、これは。うん、究極倒せないもんだって。無駄に50のスタミナ使っちゃうだけだよこれ。うん、はい、ってな感じで、とりあえずエヴァンゲリオンっていうか全然当たんなかったんだな、いいの。つらはい、では今回は、約束の時、極みです。究極はもうなかったことにしよう、うん、カットするわ。はい、極みでした。ご視聴ありがとうございました。